はい。お願いします。いきます。はい。自分たちの過去動画だけでいけたか。自分たちの過去動画だけでビビアミ CM を作ろう。はい、今回はですね、お世話になっておりますビビッドアミ、通称ビビアミですね、そちらのね CM を、自分たちのこう携帯に入っている過去の動画とか静止画をこう組み合わせて一本の CM を作ろうじゃないかと。余計なお世話ですよ。なんで？実際だってもうアイドルを使って CM とか作ってますから、評判悪い。いやそんなことない、めちゃめちゃ好評よ。我々ってほら著作権フリーな人間ですから。そうね、イラスト屋ですからね。そうでしょ、我々は。はい。だ過去のなんかね、例えば自分が走ってる動画とかで、敵に攻め込めとか、そういうのを組み合わせていって、みんなにビビアミを知ってもらう CM を作ろうという企画。もう結婚式映像じゃん。で最後に列席者の顔をそれ結婚式じゃん。ゆっくりこう流して、その場で撮ったやつ最後に流すやつ、ね、大学の時のバーベキュー楽しかったね。そこに一言添え最後ハッピーエンドですよ。やりました、結婚式で。やりました。やりましたね。やりました。任せてください。まず確認からしていこうよ。うんうん。どういうのが入ってるかっていうね、探していこう。うん、これはこの七夕のやつ。あー、まあいいんじゃない。七夕で織姫と彦星やったんだけど、これいいんじゃん。この時の美少女英雄、これはあるの。あー、いやあのね、美少女英雄っぽいのすぐいっぱいあるのよ。あ、美少女英雄、ほらこれもそうだ。美少女英雄。どこで何を撮ったんこれ。これ何これ。これは昔にコミケ行った時に俺があれだね、やったコスプレだね。二度と行くなよコミケなんか、お前。やっぱりビビアミは美少女英雄がいっぱい出てくるから、とにかく可愛い子ちゃんの写真は多めに欲しい。これも可愛い子ちゃんの、これ。どれ。韓国のインフルエンサーでしょ。怪盗ピークアイね。ピークアイじゃない。美少女英雄って言ったらさ、これどう。うん、どれ。やっぱセクシーなの欲しいじゃない。セクシーなおみやし、これ美少女じゃない。あ、これセクシーじゃない。これセクシーじゃん、めちゃめちゃ。これ誰よ。これ牧野捨ててこ。いやいや、捨ててこの足いらないよ。捨てちゃん、いいよ。同い年、42歳。捨てまだ捨てまって言われるよ。さっきの韓国インフルエンサーいいな。うん、これめっちゃいいね、これ。うん、ほら。どれ。なんか、ああ、それいいね。うん、いい意味で洗脳できそうじゃん、なんか。でもこっちもいいカード持ってるの、これ。ほら、マイコレスラー、これいいよ。下半身はがっちり、顔ははんなりっていう。お前女装しすぎなんだよ。いや女装多いな俺。プライベートでじゃないでしょこれ、さすがに。そうだね。あ、でもこれはプライベートで女装した時に、ほら。おっ、ほら席借りてますね。お前女装しすぎ、めっちゃあるね女装。これ 何の役なのこれ。それ、うん、デスズキンでしょ。ほら、ポケモンで言う、ほら、進化途中の、進化途中姫様、これ。いいね。これとか、どういうこと？どれ？お前、これ、ハリセンボンのモノマネしてる芸人じゃないの、これ。ああ、ジーニッツイさんね、モノマネの。あと、俺のプリクラがめっちゃ可愛く撮れてるけど、プリクラが最近すごくなんか可愛い仕様になってて。あ、いいじゃない、美少女。美少女英雄じゃない。これが、プリクラ撮るとこうなんのよ。いや、今そんなんなるんだ。可愛くない。美少女英雄もう一個だけいい。いいよ、もう一個だけ。うちの母親、母ちゃんじゃねえか。出してあげる。美少女英雄で。そうね。うん、手に持ってるそのケセランパサランは何。いや、ユーマじゃねえよ。デカめのマルチーズじゃん。あ、マルチーズね。でっかいケセランパサランこの辺に存在しないやつじゃないから。そしたらあとなんかこう、進軍してる感じとかね。進軍ね。うん、うん、あ、進軍いいじゃないのよ。うん、やっぱり敵地に攻め込むみたいな。敵地に攻め込むってことは悪い方がいいってことでしょ、多少。まあそれでもいいよ。こうビジュアルも悪くて、うんうん、やっぱ相手にこう喧嘩ふっかけるみたいな感じで、うん、こう18歳の時のお前。いや、やめてよ。ね、やめてよ。こんな時期あったの。ハスキーと迷彩と金髪って俺の中でも。これ多分ジョゼと虎と魚たち見た後にそういうテーマで撮りました私。ええ、金髪で、金髪で迷彩でハスキー、シベリアンハスキー。一番良かった頃ですね。ロシアの軍人に憧れてる時よ。そうです、それもありますね。金髪で言うと俺もあるから。いや、そうじゃん。これ、あ、美少女英雄が映り込んでる。母ちゃんべったり。母ちゃんべったりなんだよな。母ちゃんと成人式かなんかか。そうじゃない、入学式か成人式かなんか。やっぱお互い一回金髪通るんだね。一回通るな。ハスキーか母親かってぐらいで。そうね、横にいるのが。うん。進軍だと動画あるよ、動画。これめっちゃいいよ、進軍してるっていうこの草原を。なんだこれ。なんかすごいラスボス感ありますよ。ほら。
めっちゃシングル、おーいいね、おーいいね、いいね、これ、これ、いいね、いいね、これでしょ。あとシングルってところもあるけど、うん、これ地方地方巡業だ、歴史の巡めっちゃシングルしてきて、シングルしてるね。あー、巡業ですか、いいんじゃない、これでしょ、シングル、うん、いいのあるね、あるでしょ、うんうん、オッケー、まあこんなもんかね。よし、じゃあ、うんうん、今結構素材上がったから、上がった、これらの静止画とか動画を組み合わせて、うんうんうん、ビビアミの CM を作りましょう。なるほど、はい、わかりました。さあ、というわけで、うん、ビビアミの CM タイムマシン3号バージョンが完成しました。完成しました。それでは今から試写会に移りたいと思います。見てもらうの、はい、やめた方がいいと思うよ。それではご覧ください。どうぞ。話題沸騰のゲーム、ビビッドアーミー、通称ビビアミ。アプリじゃないけどスマホでサクサク遊べるブラウザゲーム、合体強化で超爽快。舞台は3種類、陸、海、空。そっちの空じゃねえよ、たくさんの美少女英雄も登場。英雄を育て、基地や軍備を強化し、仲間と協力して世界の頂点を奪い合え。もちろん一人でまったりプレイも OK。 みんなで遊ぼう、ビビッドアーミー。さあ、というわけで見ていただきました。これやる人増えるかね。いや、増えるでしょうよ。本当？いや、これだってもう我々の何年間か全部出しましたから。ああ、おかげでもう写真集を出そうと思った計画がパーですよ、これ。そっちで初出ししようと思ってたのに。もう睡眠時の無呼吸の管のやつなんてもう表紙にしようと思ってたのに。あれ、使われると思わなかったよ。ああ、まあこれでね、これを見て、うん、面白そうだなと思ってやったけど、これさ、死んだ時セレモニーホールで流れるやつじゃん、これ。いや、もっといい写真使えよ、その時。個人の生前の活躍した。はい、というわけでですね、今回もゲームを遊んでくれた方にプレゼント企画を行いたいと思います。はい、お願いします。動画公開日から1週間以内にですね、ゲームを始めた方の中から3名様に抽選で僕らタイムマシン3号の DVD 持ちをサイン、はい、サインを書いて、はい、いるのかな、サインは欲しいでしょう。サインを書いてプレゼントいたします。はい、前回米でしたけれどもね。そうですね、単独ライブ米で、今回持ちになりました。わかりました。はい、餅が一番面白いですか。自分で言わないけど、米なんて全然面白くない。前回当たった方かわいそうじゃないですか。ぜひもらってやってください。抽選に参加するゲームの開始方法、うん、実際にもここでやってみますね。はい、はい、概要欄にゲームスタートの URL がありますので、こちらタップしていただいて、はい、ブラウザーを選択します。はい、今出てます。はい、ここで必ずサファリやクロームなど別のブラウザーアプリに飛んでから始めてください。はい、 YouTube 内でですね、ゲームを始めると後日続きができなくなったりしますのでご注意ください。お願いいたします。はい、僕は iPhone なのでサファリをね、こうやって選択します。はい、 Android の方は Chrome を選択してください。 Chrome、 はい、選択すると YouTube 内のブラウザに飛ぶので画面右下をタップです。はい、はい、ゲームの続き始められます。概要欄にゲーム開始の URL が貼ってありますので、皆さん夏ぜひこちらビビアミでお楽しみください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで今回はですね、タイムマシン3号の動画だけでビビアミの CM を作っちゃったい。頭とケツボロボロじゃん、もうバイバイ。一番オープニングもそんな感じだったからね、噛んでね。腹立つ、オッケー、腹立つ。アイスコーヒーをガブ飲むなよ、腹立つな。違う、これ焦げた鍋でお湯沸かしたお湯。何何、焦げた鍋で、焦げた鍋でお湯沸かしたお湯。むちゃくちゃだよ。皆さん微妙に楽しんでください。はい。